今日は7月17日だっけ。またドンキホーテがどのくらいできているかチェックに行きたいと思います。前回撮った時からもう3週間ぐらい経ってます。10日ぐらい前に来た時にあの鉄橋のとこ辺ですね、何か工事しているようなのが見えていたんですけれども、ちょっと近づかないとわからないけど今のところは何もなっていないような感じですね。でもなんか印がつけてあるかな。今日ちょっと日曜日だからもしかしたら工事が休みなのかもしれないですね。音が全然してないですね。工事の音とかがですね。ここがちょうど鉄道の上の橋の部分になります。工事自体は今日はしてないみたいですね。あ、でも下の水位かなり上がってますね。あ、でやっぱここが準備ができてますね。ここから道路に抜けるところみたいですね。で建物がやはり下の方にあるから、この鉄橋寄りに建物ができて、この2階からこの道路に抜けるところが1本出入り口ができそうな感じですね。ちょっともうちょっと寄っていきたいと思います。前見たときは段差っていうか高低差が結構あるように思えたんですけど、これ見る限りはもう全然高低差とかないですね。全部この敷地ですね、やっぱ埋め立ててるんですね。結構土が入ってますね。かなりここ一番上のところを見てもらうと分かるけど、ここまで土入れてるからですね、前はこの歩道の下のところ辺まで、ああ、こうですね、だって
ったのが仕入れて、ちょっと上がってますもんね。で見てもらうとちょっと一周しますけども、全然高低差がないですね。埋め立ててますね。でもう一回戻ります。ここから一つはあそこに出入り口が、あの10号線沿いにですね、一つ出入り口ができて、でもう一つ2か所ということだったので、この10号線から旧道に行く道、この陸橋のところですね、今はのところからもう一個出入り口がここですね、できるような形ですね。もう歩道は整備が終わってますよね。ここ車が出入りするような形がもうすでにできてます。でも印もあります。で建物がこうできるっていうのも、大体この骨組みでできてるからですね。この2階建物と、この2階からここに抜けるんでしょうね。です。